北関東勝抜き人口7万人から19万人都市対決、栃木、群馬、茨城大会その1からその3。この動画では以下の総務省や経済産業省、農水省が公表しているデータを利用しています。全ページに記した公式データから導き出した対戦指標となる77項目は以下の通りです。この動画では1回戦の大田原 VS 石岡 VS 館林 VS 笠間を皮切りに、2回戦龍ケ崎と渋川が登場、3回戦真岡と日光が登場の戦いまで3戦まとめてお送りしていきます。大田原市、石岡市、館林市、笠間市、松尾芭蕉にゆかりがある栃木県大田原市、常陸国の国府や国分寺のあった茨城県石岡市、つつじヶ丘公園の群馬県館林市、笠間焼の茨城県笠間市が対戦、10連戦で勝ち抜き都市を決めます。1試合目、医療福祉売上農業公主昼間人口比の大田原が勝利。2試合目、梶内入間人口密度と15歳未満人口の館林が勝利。3試合目、梶内入間人口密度、加重対象所得、15歳未満人口の館林が勝利。第3試合終了時点の順位、館林が好調スタートです。4試合目、推薦人口比、小売業従業員数、梶内人口密度の館林が圧勝。5試合目、卸売業従業員数、製造業事業所数、地方勢などの館林が準完全試合の圧勝。第5試合終了時点の順位、館林が首位を独走、大田原が追う展開、茨城県勢は苦しい戦いです。6試合目、推薦人口比、卸売業事業所数、地方勢、15歳未満人口の館林が勝利。第6試合終了時点の順位、強すぎる館林です。7試合目、昼間人口比、農業畜産、農業産出額の大田原が僅差勝ち。第7試合終了時点の順位、早くも館林の勝ち抜けが確定です。8試合目、生活関連娯楽業売上と卸売業従業員数の館林が僅差勝ち。第8試合終了時点の順位、館林に続き大田原の勝ち抜けも確定。残り2試合、9試合目、財政力指数、一般診療所数、建築物数の館林の解消。第9試合終了時点の順位、次は最終戦です。最終戦、製造業現金給与総額、製造業従業員数、ゴミの少なさで大田原が僅差勝ち。全10試合を終えた最終結果が出ました。館林市勝ち点27、大田原市勝ち点22、石岡市勝ち点9、笠間市勝ち点6、7回1位の館林の圧倒的な強さで優勝、3回1位の大田原が余裕すぎる2位、1位が取れなかった石岡、笠間は3位、4位となってしまいました。次は上位2都市となった館林市と大田原市が茨城県龍ケ崎市と群馬県渋川市に挑みます。2回戦、館林市、大田原市、龍ケ崎市、渋川市。初戦勝ち抜けの松尾芭蕉にゆかりのある栃木県大田原市とつつじヶ丘公園の群馬県館林市に加え、うな丼発祥とも言われる牛久沼の龍ケ崎市と伊香保温泉の群馬県渋川市が対戦、10連戦で勝ち抜き都市を決めます。1試合目、ゴミの少なさ、交通事故の少なさ、1万人あたりの建物火災の少なさの大田原が勝利。2試合目、百貨店総合スーパー数、推薦人口比を取った龍ケ崎市が僅差勝ち。3試合目、小売業従業員数、梶内人口密度の館林と百貨店総合スーパー数の龍ケ崎が勝利。第3試合終了時点の順位、館林と龍ケ崎が序盤で並ぶ展開、大田原が追いかけますが、渋川は勝ち点が取れていません。4試合目、建設業売上とゴミの少なさの大田原市が勝利。5試合目、15歳未満人口、人口密度、財政力指数、小売業従業員数の館林が勝利。第5試合終了時点の順位、館林が1位を独走、大田原と龍ケ崎の2位争いは勝ち点で並んでいます。6試合目、農業畜産、製造業現金給与総額の大田原市が勝利。第6試合終了時点の順位、大田原が単独2位となり、館林との差は縮めています。龍ケ崎はついていけるでしょうか。7試合目、小売業従業員数、卸売業事業所数、財政力指数の館林が僅差勝ち。第7試合終了時点の順位、館林が首位固め、大田原と龍ケ崎の差が勝ち点3。仕上げ、全産業売上、製造業原材料使用額、総面積、ゴミの少なさの大田原の勝利。第8試合終了時点の順位、館林の勝ち抜けが確定。残り2試合です。9試合目、建築物数、卸売業従業員数、小売店数の館林が勝利。第9試合終了時点の順位、館林にも続き、大田原も勝ち抜け確定。次が最終戦。最終戦、歯科医師数、卸売業従業員数、小売業従業員数の館林が勝利。全10試合を終えた最終結果が出ました。館林市勝ち点25、大田原市勝ち点18、龍ケ崎市勝ち点13、渋川市勝ち点6。5回1位、5回2位の館林が圧倒的な強さで優勝。1位4回、3位6回の大田原が2位。龍ケ崎は2回1位ながら全体的に3位、4位が多く、結果も3位止まり。渋川は7回4位で終始苦しい戦いで最下位でした。次は勝ち抜いた館林市と大田原市が栃木県真岡市と栃木県日光市に挑みます。3回戦、館林市、大田原市、真岡市、日光市。2戦連続勝ち抜けの松尾芭蕉ゆかりのある栃木県大田原市と、つつじヶ丘公園の群馬県館林市に加え、SL 真岡の真岡鉄道の栃木県真岡市と、日光東照宮の栃木県日光市が対戦。10連戦で勝ち抜き都市を決めます。1試合目。卸売業事業所数、果樹地入間人口密度の館林が僅差勝ち。2試合目、15歳未満人口と課税対象所得の真岡が快勝。3試合目、ゴミのリサイクル率、小売業売り場面積、建築床面積の館林が僅差勝ち。第3試合終了時点の順位、群馬の館林が好調な序盤、猛虎ら栃木勢が追いかける展開です。4試合目、製造業現金給与総額と15歳未満人口の真岡が新勝。5試合目、製造業現金給与総額の真岡が勝利。第5試合終了時点の順位、真岡が首位浮上です。6試合目、百貨店総合スーパーに加え、学術研究業売上の館林と小売店数の日光が揃って勝利。第6試合終了時点の順位、館林が首位奪還しています。7試合目、農業高種と薬剤指数、農業産出額の大田原と2位を集めた真岡が勝利。第7試合終了時点の順位、真岡が再び首位浮上、大田原が3位に浮上しています。8試合目、農林漁業売上、農業産出額、情報通信業売上の大田原が快勝。第8試合終了時点の順位、大田原が館林との差を勝ち点4に縮めています。残り2試合。9試合目、経常収支率15歳未満人口の真岡と、果樹地面積、飲食店数、地方税の日光が揃って勝利。第9試合終了時点の順位、真岡と館林の上位2都市が確定。次が最終戦です。10試合目、農業畜産、農業産出額の大田原と15歳未満人口比の真岡が勝利。全10試合の最終結果が出ました。真岡市勝ち点23。館林市勝ち点16、大田原市勝ち点15、日光市勝ち点12。真岡が6回1位の余裕の優勝、2位は3回1位の館林ですが、終わってみれば同じく3回1位の3位の大田原との差はわずか勝ち点1でした。4位日光ですが2回1位を取るなど、こちらも2位まで僅差でした。次の動画になりますが、次は茨城県牛久市と神栖市の登場となります。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどお願いいたします。チャンネル登録していただけると次の動画は見やすいと思います。